辰木正次郎昭和8年4月26日は、日本の大見商人、実業家。大阪宝石取締役、東洋房、日新房ホールディングス、交渉の設立に関与した。また、名刺相場主として活躍し、辰木将軍と呼ばれた。売りの辰木として有名。ニュースキャスターの国屋祐子の総祖,祖父。文久三年に、 現在の滋賀県東大見市に生まれる。船場発車の一つのたつき商店を開業し、面貨取引や、面業界をリードする存在であった。また、社会貢献として、京都大学に、財団法人、たつき風会、京里の五宝村に、公益財団法人五峰沖風会、手塚山学院、大阪市に、北野病院などを開設している。相場市としても、 売りのたつきとして有名で、知ったら姉妹等の格言を残している。二代、辰樹き二郎は、婿養子。う三和銀行専務を経て、三和キャピタル相談役、大阪化成品取締役、いすず自動車監査役、手塚山学院、北野病院理事のたつきまっは、養子の長男、伊藤忠商事、丸紅創業者、伊藤忠兵はおじ。 1993年4月から2016年3月まで NHK の報道番組クローズアップ現代のキャスターだった国谷優子は孫にあたる。たつきま郎は、大見神崎氷五宝、村佐生に、たつき神五郎と妻生の長男として、文久三年12月15日に生まれた。兄弟としては弟に、哲二郎がいる。父神五郎は、五福の行商を行い、 母性は麻布作りを行っていたと伝えられる。明治4年病から長く伏せっていた父ジ五郎が他界し、家業は姉の夫が継いだ。幼い兄弟は母の弟、伊藤忠兵衛が保護者となり、マサジロはスケの寺小屋に通い、11歳の時には助教として教師の手伝いを行うなど優秀な子供であったと伝えられている。明治9年。 マサジローはおじ中米が経営する大阪本町の紅中にデッチとして入った。明治11年には故郷で五福太物の,の行商を行い、明治21年8月神崎郡南五仮村、塚本自衛門の三女友子と結婚、翌明治22年に木綿、ネルなどを扱う店を大阪市東区安土町に構えた。なお、大阪に開いた店は、 大阪三品仲買人に加入し、明治35年に大阪本町に新たに店舗を新築し、たつき商店となり、面子問屋として船場発車の一つに数えられた。また、相場市、政次郎の活躍の場となった。明治23年政次郎は、大病にかかり、また子供が創生するなど多難な時を迎えていたところ、10月、おじ、中米の紹介で、 当時の滋賀県知事、中井博士の強い勧めで、安倍一郎兵衛、安倍一太郎、小泉信介、西川定次郎、中村次兵等当時の海商人の大物たちが、設立したかな金金製職株式会社に入社し、一時退社したものの明治33年には、取締役に就任した。かな金金製職で正次郎は、安倍房次郎、藤井善助と共に、 大阪宝石との6月合併、京都平安宝石所有工場の買収を行い、大阪宝石との合併に伴い金金製食は解散した。明治38年京都平安宝石の工場買収に際して、伏見工場は金金製食が買い受け、京都工場は特命組合が設立され引き継ぐこととなった。この特命組合は、辰木正次郎、安倍ふさじ 藤井善介、滋賀県出身で、輸入面紙の中立ち行動を行っていた、北川与平の4人が中心になり出資し設立した。その後、北川が所有していた、宝石工場と合併し、北川京都宝石所とし、明治38年12月特命組合を、高渉合資会社に改編した。高渉は、大阪市東区に本社を置いた金松と合併、県松江省となった。 なお、大阪での活動とは別に故郷でも、政次郎、房次郎、さ善助は、様々な活動を共に行った。明治41年には故郷に、神崎実業クラブを設立し、明治41年5月の帝国議会衆議院、議員選挙に、藤井善助を擁立し当選させた。大正8年には、日本化単位と生産会社を、故郷神崎郡の戸川に設立し、故郷の、 産業育成に尽くしたに、古党防石会社と改名し、太平洋戦争前には、従業員数千人を超える企業に成長したが、戦時下の企業統合により、日清房へ統合した。昭和8年4月26日、兵庫県芦屋の伊藤邸でマサジローは、心臓麻痺のため死亡した。修正俳句を趣味にしたと伝えられる。辰ツマサジローは、面子相場において活躍し、 世の中から、たつき将軍と呼ばれた、売りを得意として、勝ち抜いたと言われる。たつき将軍は相場を行う上で、いくつかの名言を残している。ありがとうございます。